はいどうもミニマリストたけるです。本日の動画では365日お休み月7万円生活の働かない生き方についてインタビューしていきたいと思います、はい、それでは自己紹介お願いします。はい、ナッティと申します。 YouTube で日常 Vlog を発信しております。よろしくお願いします。はい、お願いします、はい、ということで最近ナッティさんの YouTube チャンネルがすごく伸びておりまして、おかげさまでございます。いやすごいですね、あの Vlog がね、そうですね、 Vlog がすごく受けがいいのか、はい、僕もちょっとびっくりしていて、はい、で、まあ、僕も本当ナッティさんの YouTube チャンネルというか動画もね、あのちょくちょく見させていただいて、ありがとうございます、はい、まあ、何やら怪しい生活をしているとそうですね、怪しい生活をしてますね、はい、という噂もありつつ、まあ、今回ですね、まあ、その365日お休みで、はい、まあ、収入源ってどうなのみたいな、はい、どんな風に生活をしてるのみたいな、はい、まあ、生きてれば絶対お金かかるしみたいな。そうですね、はいはい、多分視聴者さんからもね結構まあご質問だったりとかあると思いますので、はい、まあ、今回ちょっと僕のチャンネルでもいろいろインタビューしていこうと、確かに、はい、いう企画でございます、はいはい、じゃあまず最初にですね、はい、生活費7万円の内訳からちょっと見ていきたいと思います、はい、お願いします。一旦ちょっとご収入の欄は置いときまして、はい、はい、で、固定費のお家賃からですね、はい、3万5000円はめちゃくちゃ安いと。安いですね、はい、もう何年目ですかこちらは。もう今3年目に入ってますね。なるほど、はいはい、で選ばれた理由って何でしたっけ。立地と、はい、あとは家賃の安さなんですけど、はいはい、間取りもですね。うーん、で本来最初は他の物件を見させていただいてたんですけど、うんうんうん、いいところありますよっていうのでここ案内されまして、実家徒歩 1,2 分なんですよ。めっちゃ近いちょっと離れてるところだったんですけど、でここって5、6万のイメージあったので、ね、結構いいところですよね。そうなんですよ、うんうんうん、そこが近くに大学はあったんですけど、はいはい、その4年生の方はまあ、4年間いたらそのまま出ていくじゃないですか、はい、そのサイクルが大学は閉鎖になりましたので、はい、止まったんですよ。そうかそうか、で空き家が多くて家賃を下げて募集を受けたっていう、そういうことですね、経緯があります。だから安く住めるみたいな、そうなんです、いうところで、でしかも、はい、あの Vlog も拝見させていただいたところ、はい、結構自然豊かですよね。そうですね、お散歩というかもう外から見ても景色もいいですし、はい、そうですね、ちょっと行けば公園もありますんで、うん、もう最適な場所ですね。最適な場所というところで、はい、じゃあしばらくここら辺に住もうかなみたいな。そうですね、変化がなければなるほど、はい、はい、ということでありがとうございます。で管理費はこちらのお家の管理費5000円と、はい、管理費5000円です、はい、で水道も、2000円で、これ固定なんですかね。これ固定なんですよ。へえ、なので、まあ、実質安心サポートも入って4万3000円が固定ですね。なるほど、どんだけ水道を使っても、はい、あ、そうです、2000円。2000円です。謎ですね。謎、大阪多いみたいなですけどね。そうなんですね、はい、固定で使わせていただいてます。結構例えばお風呂毎日 お湯というかお水入れ替えても2000円とか、ね、はい、2000円ですね。ただあの、まあ、はい、お湯になるとガス代が、あ、そっかそっか、ガスがね、なるほど、ちょっとかさ増しになるんですけど、うん、はい、ありがとうございます、はい、では通信費が3420円と、はい、ということで、通信費が Wi-Fi と、はい、携帯代、スマホ代合わせての3420円、ね、はい、めちゃくちゃ安い。安いですね、はい、何をキャリアを使ってるんですか。キャリアは LINE も、 LINE モバイルから LINE もっていうのに移行したんですけど、はいはいはい、ちょっとそこの内訳がよく分かってないんですよはい、なるほど。で LINE もに変えて、月額900円、うーん、で今 Wi-Fi が、ニューロ光、ニューロ光ですかね、はいはいはい、それが2520円ですね、ということですね、はい、それこそ YouTube やってるじゃないですか、はい、データの、はい、あのあれは大丈夫そうですか、格安で。あ、全然大丈夫ですね。あ、そうなんですね。あのこの Wi-Fi のおかげで。そっかそっか、はい、お家だったら大丈夫みたいな。お家だったら大丈夫ですね結構だって長めの動画もアップされてるから、はい、通信大丈夫なのかなみたいな。あ、そうです、そこ全然問題なくできてますね、はい、ちなみに iPhone は何ですか。 iPhone は12です、はい、あ、12なんですね。12ミニです、ね、あ、なるほど、はい、でこれで撮影してるみたいな感じ。そうです、おお、なるほど、はい、はい、ありがとうございます、はい、ではサブスクが500円というところで、これが Amazon プライムですね。はい、はい、なるほど、 Amazon プライムで、はい、なんか見たりするって感じですか。あの Amazon プライム入ってると、うんうん、Amazon での買い物も、うんうん、あの無料で配送してくださいますし、なるほど、で Amazon でも映画見たりとかもしてます。いろいろしてるんですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、ということで固定費は以上という感じで、はい、続いて変動費ですね、はい、電気2500円、はい、
いうところで、電気なんか節約してるとか、なんかこれ節約になってるんじゃないかみたいな、なんかありますか？24時間稼働してましたね、エアコンを。夏場。夏場。で、することによって、うん、一応2500、ガスも2500にしてるんですけども、うんうんうん、これ平均で出してるんですけど、はい。なるほど、月平均ですね。そうですね。うんうんうん、で、もう稼働し続けても、まあ、3000円いくかいかないぐらいであったりだとか、うん、もう真夏のすごい炎天下の時でも4000円いかないぐらい。へ、で冬場とかほぼつけないので、うんうん、もう1000円ぐらいになったりとか。あ、すごいです ですね。なんでそんな安いんですかね。やっぱり間取りもあるかもしれないですね。この狭い 1K で、うん、で24時間稼働 で24時間稼働だと、うんうん、まあ、電力あまり使わないっていうじゃないですか。確かに確かに、もうそんなに電力費がかからないっていうのは実証されました。なるほど、はい、で、まあ、今秋だからもう涼しくなって、はい、エアコンもほぼほぼ稼働しないか分かんないけど、はい、まあ、夏よりはそうですね、安くなるっていう。だいぶ安くなると思います。1000円台になると思います。1500円ぐらいになると思います、ね、すごいですね、はい、電気代は。なるほど。ガスに関しては2500円はどうですか？ガスに関してはやっぱり冬場お風呂に入りますんで、はい、うんうん、お風呂夏場に入れるとやっぱり値段下がるんですよ。あ、なるほど。で冬だとやっぱりすっごい水が冷たい状態なので、はい、それをこう上げるじゃないですか。確かに確かに。倍ぐらい変わってくるので。そんなに上がるんですね。そうなの。毎日入ってても全然変わりますね。へえ。なので平均出すと2500円ぐらいですね。なるほど。1年で分割すると2500円ぐらいってことですね。ちなみにあのナッティさんのニューヨークシーンも Vlog で入ってましたけど、はい、あれ毎日入ってるんですか？毎日入ってます。そうなんです、はい。それはもう徹底してっていうか。そうですね。もう一つの喜びみたいな感じではあります、ね。なるほど。あのアヒルみたいな。そうですね。ペットあれ東京に行った時にホテルにあったんですよ。でホテルにありまして、でちゃんとメモ書きがあったんですけど、はい、大事に育ててくれるなら持って帰ってくださいってあったんで、ちょっとえってちょっと迷ったんですけど、ちょっと興味は惹かれますよ、ね。そうなんですよ。でも面白いなと思って持って帰ってきました。なるほど。じゃあ飼ってるって感じ。飼ってるって感じ。名前も決まったんですよね。ポッドっていう名前で、はい、それ視聴者さんに集ったんですよ。ああ、なるほど。でたくさんコメント来まして、あ、そうなんですね。まあミニナッティとかコナッティとかいろいろあったんですけど、面白いですね。そうですね。はい、ポッドっていう名前が、うん、なんかあのこの気になるの気気になる気になるみたいなコマーシャルらしいです、はいはいはい、あの名前がモンキーポッドっていう木らしいんですよ。へーって思って、でポッドっていう語呂もいいので、はいはい、採用させていただいて。なるほど。はい、というところですね。そうそうそうありがとうございます、はい。まあ、何のこっちゃって人はぜひ Vlog 見てください。ありがとうございます、はい。では、続いて食費が7000円、これまた安いですね。そうですね、もう7000円いってるかいってないかぐらいだと思います。食べてます？ちゃんと食べてます。大丈夫、しっかり食べてます。食費1万円でもすごいじゃないですか普通に、ね。そうですね、最初1万円ぐらいだったんですけど、うん、まあ、最近野菜中心の生活にもなってますんで。鍋はよく見てました。はい、そうですね、鍋であったり、うんうん、夏場は山形だしっていうのを、うんうん、きゅうりとなすびとみょうがとオクラをこう、ま、刻んで混ぜて、うん、でめんつゆ入れて仕込むんですけど、うんうん、まあ、それだけでご飯何杯でもいけるような、はい、ご飯ってそんなにお金かからないので、7000円ぐらいで収まってます、ね。すごいですね。はい、食材的には、はい、まあ、お米だったり、はい、まあ、お野菜だったりが多い。そうですね、多いですね。なるほど。外食はするんですか？外食一人ではしないので、なのでその外食費に関しては交際費に入れてます。の方に入れてるんですね。はいはいはい、ちなみにあとコンビニとか、はい、なんかそういうちょっとプチ贅沢とかはしたりとかはしないですか？はい、コンビニももうほぼほぼ行かないですね。変わらず。すごいですね。7000円って本当脅威なんですけど。そうですね、7000で収まってますね。なんでこんな安いんだろう本当は。何回も繰り返しになっちゃいますけど、はい、だって野菜食べても米食べてもすごいこんな、はい、1日1食ですか？よくもう今2食か 1.5 食ですね。で、まあ、昼軽めみたいな感じですか？昼軽めです。朝は食べない？朝食べないです、ね。で夜が鍋系とか。鍋系なので、なるほど。で 鍋系も、うん、例えば鶏肉買いに行くんですけど、もも肉、はい、うん、で大体 350g で400円ぐらいなんですよ、うん。で1日半分にしたりして使いますんで。なるほど。で豆腐とかも1丁大体まあ100円いかないぐらいですので、うん、そうです。それを細切りにしたらもう十分、はい、安くなる。安くなりますんで。そうか、まあ、確かに1人分だったらまあ肉400円も半分でいいですもんね。そうです、確かに。でカット野菜1袋 250g ぐらいで、うん、まあ、100円ぐらいなので、はい、それもまあ、一袋使っても1日100円。なるほど、そういうことですね。はい、はい、ありがとうございます、はい。では続いて日用品も2000円ということでだいぶ安い。2000円いっ
ってるのかなっていう感じではあるんですけど、これもまあ1年で合算して平均すると2000ぐらいなのかなと思って、はい、なるほど。あのナッティさんの過去 の, そのルームツアー動画撮ったやつがめちゃくちゃ人気だったんですけど、はい、めちゃくちゃもの少ないじゃないですか、はい、日用品買うとしたら何を買うんですか普段。いや洗剤ですね、あとはまあシャンプー、ボディーソープ、はい、で最近気づいたんですけども、はい、洗顔も使ってたんですよ、はい、で洗顔をお風呂屋さんに行ったんですよ、でそれを持って行って忘れたんですよ、でまあ取りに行こうかなと思ったんですけど、今使ってるボディーソープがよく読むと全身用で洗顔でも使えますって書いてたんですよ、あそうなんです、ね、で今それに統一しているので、なるほど、減らせたんですけども、なのでボディーソープだとかシャンプーだとか洗剤ですね、はい、まあ、食器用洗剤だとか歌丸クリーナーの詰め替えだとか、はいはいはい、本当にそれも毎月買えるわけではないので、本当にシャンプーとかボディーソープに関したらもう早くても2ヶ月に1回ぐらいですね。へえ、なるほど。だからこんなに安いっていうですね。いうことですね。はい。で美容費も810円と。これは1620円がいつも通ってるとこの散髪屋さんなんですよ。はい、ああ、そうなんですね。それが2、まあ、1ヶ月に割ると810円。なるほど。さんでそういうことですね。そうです。2ヶ月に1回ぐらいで切ってるみたいな。そうですね。感じです、ね。ということで、はい、はい、ありがとうございます。はい、続いて、交通費ということで2000円というわけですが、はい、これもプライベートとかも。そうですね、基本プライベートの交通費ですね。なるほど、まあ、最近少し出かけたりとかもしてますので、はい、それも平均すると2000円ぐらいなのかなと思ってます。ということですね、はい、なんかご旅行とかはされないですか。最近6月に行った沖縄以来は行ってないですね。なるほど、はい、沖縄行ってきたんですね。よく行きました沖縄そういえば好きって言ってましたそうですね、2泊3日で行ってきたんですけど、そうですね、その時は雨で、あ、なるほど、はい、ほぼホテルに引きこもって終わったっていう感じだったんですけど1年に1回とか2回は行く感じなんですか沖縄とかは。いや沖縄行ったのはコロナになってからは初めてです ね、旅行行ったのは初めてですね。へ、2019年の2月ぐらいから3年ぶりぐらいですね、はい、なんでまた沖縄に行こうと。少し落ち着いてきたっていうタイミングでもあったんですよコロナが、はいはいはい、でもうある程度対策もできてますよっていう段階だったので、うん、まあ、そのタイミングで行こうかな。で飛行機でもすごく安かったので。あ、そうか、なるほど、はいはい、それで行きました。なるほど、はいはい、ありがとうございます、はい、で、最後交際費というところで、はい、これが、まあ、いわゆるお友達だったりとか。そうですね、お食事だったりとか、はい、はい、1万円も行ってないとは思うんですけど。あ、そうなんですね、はい、これ多く見積もっての1万円にしてますってことですね、はい、それこそなんか人と会うことは結構そんなあんまない。いや、あんまりないですね。週に1回か2回、多くて1回か2回だと思いますね。ゼロの時もありますし、会うとしたらご両親とかが多いってことですか。あ、両親は必ず会うんですけども、はい、友人だとか元同僚だとかは週1ぐらいですね。最近多くて週1ぐらいですね。うん、そうなんですね、はい、ありがとうございます、はい、という感じで、はい、生活紹介は以上で、あとは、はい、合計が73,730円ということで、はい、くらいだと思います、まあ、これも多少前後するみたいな。前後しますね、はい、8万円いくことってあんまり、まあ、旅行とか行くと、うん、行く、まあ、もちろん行くんですけども、まあ、東京とか行くと、はい、基礎生活費的なところで言うと、はい、でも本当安い時だと6万円台行きそうですよね。そうですね、6万円台で収まってると思いますね。そうですよ、ね、はい、一番お金かかって、まあ、大体これぐらいですもんね。そうですね、旅行とか抜きで、はい、基本的な生きていく上で必要なお金。そうですね、はい、ありがとうございます、はい、で、続いて毎月の預貯金が、まあ、ざっくりですけど5万円弱、はい、ぐらいですかね、はい、まあ、収入も13万としてるんですけども、はいはい、一応まあ13万がだいたい入ってくるアベレージなのかなと思ってるんですよ、まあ、全然前後するんですけども、はいはいはい、まあ、10万円切ることは全然ないんですけども、で考えると5万円ぐらいは貯金に回してるのかなっていう感じですね。そういうことですね、はい、ちなみにこれは先取りでやってるのか、はい、まあ、全然生活費はほぼほぼ変動ないから、はい、まあ、余った部分が貯金に回るのかみたいな、どうですか。あ、もう余ったものが貯金に回ってるって感じですね節約とかあんまり考えずに生活はしてますので、はいはい、どっちかというともう健康に過ごしやすくストレスなくを基準にしてるのがこの生活なんですよ。なるほど。で収入に関しても、うん、あの13万円ぐらいが一番自分を保てるなっていうのがこの3年ぐらい生活してきて、なるほど、20万円とかになると、はい、
もしかしたら外食してしまう自分がいたりだとか、そうですね、無駄に旅行に行ったりだとかで、はいはい、それで風邪ひいたりっていうのがあるんですよね。なるほど。また忙しくもなるし、ストレスもたまるし。そうなんですよ、はい、なので個人的に13万円はお小遣いだと思ってます。あ、そうなんだ。お小遣い。そうです。13万円を超えないように一応生活してるっていう、超えないようにすごいですよね。っていう感覚です。普通は収入増えたら増えた分だけいいっていうのが大体一般の考えですけど、はい、それ超えないようにっていう、じゃない、超えてしまうと、うん、もう例えばちょっとこの体型が崩れたりだとか、はい、肌荒れしたりだとかするんですよ、自分の場合は。13万円のお小遣いっていう感覚にしてますね。なるほど、はい、でも本当に生活費だけ見たら、はい、もう年収100万円ぐらいあれば全然暮らせるわけじゃないですか。あ、全然いけますね。ね、はい、すごいですよね。もう安心して暮らせますね、100万円ぐらいあれば。ね、それこそちょっと多分前だと思うんですけど、はい、なんか今年なんか年収200万円でも豊かに暮らせるみたいな本が、はい、あのどなたか書いたか分かんないけど、あ、そうなんですね、あ、結構有名な投資家さん、横山さんだったかな、はい、が書かれた方が、はい、なんかその本がちょっとプチ炎上したんですよ。あ、炎上したんですか。そう、あ、なんでかっていうと、はい、年収200万円じゃ豊かに暮らせないだろうっていう、あ、まあ、多分その一般的なね、はい、やっぱ方からするとやっぱ、ね、なかなかやっぱ厳しいじゃないですか、はい、そうですね。実際ナッティさん的にはどうですか、はい、この200万あったら僕はもう裕福すぎるかも。裕福すぎるというか脱線しちゃうと思いますね。逆に自分の今一番裕福だと思ってるんですよ、豊かだと思ってるので。そうなると自分自身のバランスが崩れてしまうので、例えば友達と飲みに行こうよってなって朝までコースとかすると、まあ体調崩れるじゃないですか。そうですね。で、自分がやりたいことが日中できずにとかで、そういうホルモン的なバランスっていうのがかなり崩れてくると思うんですよ。っていう中でもうその方っていうのは多分同じような実践をされて見出した答えだと思うんですよ。はいはい、はいはい、まあかもしれないですね、はい、確かに確かに。じゃあちなみにじゃあナッティさんに聞きたいのは、はい、そのナッティさんにとっての、はい、まあ、豊かさみたいなのをちょっと教えてほしいですね、はい、もう24時間を自分の思い通りにはいかないんですけども、はい、例えば一番基準にしてるのが、うん、睡眠をしっかりとる。なるほど。で、ご飯をしっかり作って食べる、うんうんうん、で、お風呂にゆっくり浸かる、うんうん、これができれば幸せだと思ってるので、自分の言葉ですけども、はいはいはい、で、その余った時間にいかに自分のやっているその豊かな気持ちっていうのを共有できるかっていうのを発信できるか、そこの時間に費やすってことをこの24時間使ってるイメージではありますね。なるほど、そういうことですね、はい、でも全然、まあ、本当にナッティさんの生活でも、まあ、幸せになれると。なれますねなれる、はい、結論そういうところですねと思いますけどね、はい、ありがとうございます、はい、で、まあ、実際にね、あの動画の冒頭でも言ったんですけども、はい、まあ、なんかそのナッティさんの YouTube でも、はい、あの365日休みみたいな、はい、これは本当なのかと、はい、真実なのかとただそのご収入で月13万円ってね、はい、あの記載もあるんで、はい、まあ、つまりはどういうことですかっていうのが聞きたいです、はい、そうですね、つまりはまず出勤義務がないっていうところ、はい、で、まあ、課せられているタスクもないっていうところ、はい、うん、で、自分でやろうとしていることが仕事になっている、うん、ある程度好きなことであったり、うん、まあ、嫌いなことはさっぴいて、うん、それをやることで収入になっているってことは、これはまあ365日休みっていう感覚で仕事はできてるなと自分では自負してます、うん、おー、なるほど、はい、でも本当そうですね、強要されたとか、はい、嫌な仕事してるとかじゃなくて、自分が進んで好きなことを仕事にしたりとか、そうですね、それを行えてるので、はい、結果的に働かないで働けてるような、うん、確かにね、イメージですね、はい、まあ、言ってみたら僕も YouTube やりたくてやってるみたいな感じ。あ、そうですよね、感覚としてはすごい似てるのかなって、はいはい、合ってますか、大丈夫ですか。合ってますまさにそういうことをお伝えしたいなと思います。なるほど、そういうことですね、はい、でも本当感覚の違いにもしかしたら誤解も当たるかもしれないけど、はい、まあ、でも本当強制とか義務とかじゃなくてっていう、そうですね、ところで、はい、もう本人としてはもう365日好きなことをして生きてると、はい、そういう感覚ですね、はい、なので、あの、ブラック企業でも喜びを持って働いてる方ってたくさんいらっしゃるじゃないですか、はい、確かに。でも残業も 朝6時に出勤して帰るのは日をまたぎますみたいな方でも、すごい喜び持って遊び感覚で、これがためになってると思ってやってる人は多分働いてるって感覚ないんですよ、うん、
確かに確かに。でそういう方は僕はもう肯定派というか、へえ、はい、なるほど、そういうことですね、はい、はい、ありがとうございます。なので、はい、まあ、結論言うともう365日、はい、年中休みと、年中休みですね、はい、まあ、一応あの月13万円ぐらいは入ってきて、はい、まあ、月7万円で生活してるっていうことですね。そうですね。それこそ、まあ、差し支えない範囲でいいんですけど、まあ、ご収入の中、はい、内訳みたいなのってあるんですか？はい、そうですね、内訳で言うと最近あの企業の方から、うんうん、あのオファーをいただきまして、でこうしていけばいいんじゃないですかっていう、まあ、ざっくりな話なんですけど、はい、まあ、あのコンサル的なことをしてますの でそれも収入どうしますかって向こうから言われたんです。お、なるほど。あのどれぐらい設定しますかっていう、うんうん、でこっちで決めていいんですかっていうので、はい、あ、いいですよっていう感じだったんですよ。なので、いや僕はもう成果給でいいですよっていう、僕がやってることに対して会社が利益が生まれれば、うんうん、そこでインセンティブっていう形で入れていただければいいですっていうので、はい、もうあの、まあ、今はもうもらっていない状態ではあるんですけども、なので、まあ、13万円超えないようにしてるっていう。あ、なるほど、そこでもちゃんと感じですね。すごいですね、はい、であとは YouTube の収入も、うん、まあ、そこそこありますので、普通はちょっとよく書いてね、これぐらいでみたいな、これぐらいからこれぐらい欲しいですって言いそうなところですけど、いや、そこまであの、はい、自信もないんですよねコンサルしてるんですけど、はいはいはい、とりあえずあの、まあ、全力ではやりますんで、うん、結果が出たらその分だけ、うん、まあ、あなたはこの労働に関してこれぐらい見合ってると思うので、はい、この報酬にしましたっていう感覚の方が、うん、ストレスなく仕事できるので。なるほど、はい、そこはじゃあ徹底してるわけですね。そうですね、はい、なので途中でやめたってなるかもしれませんとも言ってます。あ、なるほど、あ、そうそう、ちゃんとね事前に言ってるわけですね、はい、相手に迷惑かけないように。そうです、そうです。なるほど、まあ、そういう、まあ、お仕事もしつつ、はい、YouTube もあったりとか、あとなんか株、はい、配当みたいなのもあるよね。あ、配当、はい、配当というよりは株を持ってるんですよね、はい、でそれを、はい、あの 売れる期限っていうのは決まってるんですよ、持ち株なので、はいはいはい、自分がそのテスラに働いててる時に報酬としてもらってた株なんですよね。あ、そうなんですね。なのであなたこれこんだけこの期間に売れますよっていうのが、うん、3週間とかそれぐらいなんですよ。1年で1年の中に何回かあるんですけど、あ、そうなんですね。その1つの期間は3週間ぐらいとかで、はい、あ、そうなんですね。なのでその株価が下がってようが上がってようが、その3週間で判断しなければいけない、はい、結構短いです、短いんですよ、はい、なのであんまり当てにしてなくて、もう今はもう眠らしてる感じです。あ、そうなんです、ね、ずっとほったらかほったらかし でもし自分の、うん、まあ、貯蓄がだとか、はい、なくなるようであれば、うん、まあ、なんか途中で売ろうかなみたいな感覚で持ってるっていう。なるほど、はい、そういうことですね。感覚ですね。え、もうリアルに一応生活はできるっていう感覚。全然できますね。すごいですよね。なのでもう基本的にはもう自分の収入っていうのはお小遣い感覚ではありますね。なるほど、はい、一応その、まあ、毎月の投資額がゼロになってるじゃないですか、はい、なんか例えば積み立てNISAしようとかそういうのはないんですか？全くないですねそれはなんでなんですか？いや、もうまずあまりこう勉強もしてないっていうのもありますし、うんうん、はい、で、まあ、日本で暮らしてる限り、まあ、なんとかなるなっていうところと、うん、で、まあ、極端に言うと、うん、お金の価値がなくなる時が来るかもしれないじゃないですか、うんうん、確かに確かに。どっちかというと自給自足できるような生活基準をこの自分に身につけておく方が大事なのかなっていうのを今すごく思ってます。なるほど、はい、そういうことですね、はいはい、ありがとうございます、はい、ということでちょっとね、あの生活費紹介の分長かったかもしれないですけど、はい、まあ、動画の後半戦ではですね、またさらに深掘っていこうかなと思います、はい、ナッティさんの取材が多分数ヶ月ぶりだと思うんですけど、はいはい、なんかここ最近の近況報告といいますか、はい、なんか変わったこと、逆に変わらないことはあるのかみたいなのはどうですか？はい、そうですね、まあ、ここ数ヶ月で変わったことは YouTube の活動をしていますので、はいはい、まあ、視聴者さんが増加したっていうことです。はい、すごいですよね。すごいですね、 YouTube すごいですね本当僕も驚きで、だから急にあのイベントあったじゃないですか、東京で。あ、はい、ありました、ね、でその時にナッティさん最近どうなのかなって調べたら、なんか急にフォロワーが9000人超えになってて、もともと3000人ぐらいだった。3000人とか4000とか、そうですね、それぐらいでしたね。そうですよね、はい、急に倍以上になってるから、何が起こったんだろうと思ったら、はい、なんか一本の動画がすごいバズって、そこからね、あと Vlog とかもすごく人気でみたいな、はい、そうですね、すごいですよね。でそこから本当にコメントを通して、はい、その
ね、うんうん、人が抱える不安だとかっていうのが知りたかった部分でしたので、なるほど、そういうコメントが増えて、その問題っていうのが明確化できたのはすごく大きかったですね。なるほど、はい、だからそういうのも参考にしつつ、はい、まあ、例えばナッティさんがコメントしたりとか、はい、まあ、実際にコメント返したりとか、はい、YouTube の作成に生かしてるみたいな、はいはい、あ、これは生かしてますね。はい、なんか YouTube それこそなんか年内に1万人行きたいとか、なんかそういうのあったりとかしますか？あ、一応そうですね、やっぱり見てくださる方が多いことで、うん、まあ、救える人も増えるっていう感覚を今持ってるので、まあ、あの、広がることにはもう良いメリットしかないのかなっていうのはありますね。当然あの、批判的な意見も来るんですけど、それは当然なことで、まあまあまあ、そうですね、人になればなるほどね、そうですね、はい、まあ、そこはもうしっかり力注いでやっていこうかなとは思ってますね。なるほど。でも本当すごいですよね、あのナッティさんの Vlog とかのコメント欄見てても、はい、なんかもうすごい、なんか待ってましたとか楽しみにしてますとかとか、そうですね、そう、すごい嬉しいことでもありつつ、ね、はい、やっぱり応援する側でいたいっていう気持ちもあるので、あ、そうなんですね、応援されるというよりは、うん、そういう方たちを後押しできるような発信にしたいとは思ってます、うん、はい、ということでありがとうございます、はい、あと変わらないこととしては、そうですね、まあ、こういうふうに広がってはいるんですけども、うん、マイペースっていうのは変わっていないので、うん、本当にもう1年前、はい、2年前と何ら変わらない生活を送ってます、ね、なるほど。なので、はい、まあ、今セミリタイア生活はもう5年目とかでしたっけ？5年目です ね、 ね、もうこれからもじゃあずっとそんな生活を続けて、はい、そうですね、もうこの緩く、はい、緩くやっていきたいと、はい、ありがとうございます、はい、ではでは、続いて、あ、はい、これはですね、ちょっと僕がそのナッティさんの YouTube とかし、あの、とチェックする前とかなんですけど、はい、その週7生活はなんでできるのかみたいなちょっと疑問に思ってて、はいはい、貯金切り崩してんのかなみたいな、あ、はいはい、まあ、多分視聴者さんも多分一部は思われてる方もそうですよ、ね、いらっしゃるかもしれないんですけど、はい、なんかそれをしたことはあるんですか、その貯金くるく切り崩して生活するみたいな。いや、それはしたことないですね。そうなんですね。一応あの、うん、テスラを退職して8ヶ月無職だったんですけど、その時も何かしら仕事はあったんですけど、けど崩してる感覚はありましたね。どんどん減ってるなっていうのがあったんですけ ど、はい、セミリタイア生活してからは減ってる感覚っていうのはないですね。あ、そうなんですね。じゃあもう普通に毎月 の、 その収入で、はい、まあ、生活できるみたいな感じ。そうですね。あ、そうなんですね。できてますね。マイナスになったことはないですね。お、はい、一応増えてはいるんですか、ちょくちょくと。あの、貯金ですか。あ、貯金、はい、あ、貯金増えては、増えてないかもしれない。増えてないかもしれないですね、はい、まあ、トントンぐらいでいつもじゃあ。そうですね、はい、徐々にっていうような感じかもしれないですね。なるほどなるほど、はい、はい、ありがとうございます、はい、ではでは、続いて、なんか人生プランみたいなのってあったりとかはしますか？人生プランですか、はい、例えば、はい、まあ、35、6、はい、5ですね、はいはい、で例えば40歳とか、はい、50歳になった時、60歳になった時とか、はい、もうよく聞かれますね、コメント で、 そうですよ、ね、どうするんだとか年金とかも今もらえない問題がってすごいコメントいただくんですけども、はいはい、いや全く考えてないですね、はい、で今もう世界情勢を見てると、うんうん、はい、もうどんどん傾いてるじゃないですか、うんうん、はい、でまあ、年金に関してはまあもらえないからこうこうこうっていうのも別に考えてもなくて、うん、まあ、どちらかというと先ほどもあのお話ししたような、うん、もう物々交換が行われるような時代が来るんじゃないのかなっていうのを予測してますんで、なのでもしその物々交換っていうのも、うん、私これできます、うん、これできないからこれやってくれませんかで、うん、その労力のこの交換みたいなことが行われるんじゃないのかなっていうのを予測してるので、うんうん、なるほど。で実際にもそれって今の時代にも成立しそうじゃないですか、うん、まあ確かにそうですね、はい、例えば僕一応トレーナーの資格持ってるんですけど、はい、ストレッチの、うん、ストレッチやるんで、はい、あの米もらえませんかとか、もしかしたらあ、いい、これでいいのっていうような反応されると思うんですよ、お金じゃなくていいのっていうような、なるほど、まあ、そういうのを培う方が、この先大事になってくるのかなっていうのは考えてます。なるほど、はい、なんかそれこそ、まあ、本当に地方のなんかおばあちゃん、はい、おじいちゃんたちがやってそうですよね、はい、この前これくれたから今度これもらってましたとかね、まあ、それがもう、うん、例えばですけども100万円が1円の価値もないっていう状況になると、うん、はいはいはい、もうお金でどうしようもなくなるじゃないですか。なるほど、確かに確かに。っていう考えると、うん、そこなのかなっていうのは思ってますね。はい、ということでありがとうございます。はい、ではでは続いて、はい、ナッティさんの穏やかな暮らしの秘訣、はい、普段の生活で何の時間を大事にしているのかっていうのはいかがでしょうか。はい、
まあ、何よりも大事にしているのはたびたび言ってますけども、はいはい、家族との時間は何よりも優先しているっていうことですね。なるほど、はいはい、それこそ、はい、あのナッティさんが多分のチャンネルで一番多分再生数が取れてる、はい、あの動画あるじゃないですか。あ、はい、あの結婚してないみたいな。そうですね、はい、その今後ご自身がご家族持つっていうのは考えたりとかはしないんですか。もう今のところは全く考えてないですね。あの動画の意図としては、はい、なんか どういう感じですか。結婚しないっていう意味なのか、はい、あの今の生活で結婚できないっていう趣旨のあれなのかみたいな、はい、2つの要素あるんですけども、あ、ね、はい、まあ、このままだと、まあ、自分のペースで心地よく暮らしてると、うん、まあ、もしこの、まあ、相方がいれば、うん、まあ、どういうストレス状態になるのかなとか考えてしまうと、うん、あ、これできないのかもしれないなっていうのを考えちゃうんですよ、自分で。あ、そっか。なので、まあ、結婚って僕、あの願望、結婚願望という言葉ありますけど、うん、結婚願望っていう言葉自体がなんで存在してるのかなって思ってるんですよ。どちらかというと、まあ、いい人がいてお付き合いして、うん、そこから結婚っていうのが生まれると思うので、確かに確かに、結婚願望を抱いて婚活する、マッチングアプリするっていうのは、うん、なんかちょっと違う方向なのかなっていうのを感じたりはしてますね。そういうことですね。はい、今のところじゃあ予定はないみたいな。予定はないですね。そういうことですね、はいはい、あのもし結婚したらじゃあご報告するみたいな、はい、あの多分報告しないと思います。ひっそりとね。そうですね、はい、ありがとうございます、はい、では続いてなんですけど、はい、まあ、ちょくちょくそのナッティさんの YouTube 動画拝見させてもらって、結構なんか36歳で若く見えますねみたいなコメントがちらほら見受けられたので、はい、まあ、その理由は何なんでしょうっていう。そうです、まあ、遺伝だとか体質だとか生まれ持ったものだとは思うんですけど、はい、まあ、特に自分としてはこれが起因なのかなと思うのが睡眠ですね、はい、でもう一つは嫌なことをしない、うん、悪いストレスから離れることっていうのが大事かなと思ってます ね。言ってみたらストレスばっかだとなんかあんまり良くないみたいですね。やっぱ老化につながるらしいですね。そうですよね。そうそうそう、なるほど。じゃあ睡眠と嫌なことしないっていうのがやっぱ一個大事と、はい、大事かなと思いますね。はい、ありがとうございます、はい、続いて、はい、これは多分僕初めて聞くことだと思うんですけど、はい、そうですね、はい、あのテスラとかあとスターバックスさんで働かれてたというところで、はい、まあ、そこの2社から学んだことをちょっと聞いてみたいなと。はい、はい、そうですね、テスラで学んだことは結果主義っていうところですね、まあ、はい、とにかく結果出せばいいですよっていうような社風でしたので、はいはいはい、なので自分が自由に、うん、やりたいことを自由にやらせてくれたっていう感覚でしたね。あ、そうなんですね。でそこから今の生活にも来てるんですよ、うん、好きなことをやりたいことをやらせていただいて、でテスラでも仕事してる感覚なかったんですよ、うん、どっちかというとサークル活動っていうようなだいぶ緩いですね。そんな感じでしたね。あの本当にこうチームで集まって、うん、で意見出し合って、じゃあ自分はこれやりますっていうような。あ、へ、まあ、そう、今テスラで働いている方でもそういう感覚の方もいらっしゃると思いますね、うん、本当に楽しくて、ね、生きがいを感じ、やりがいを感じながらされている方は多いと思います、ね、なるほど。え、ちなみにその、はい、まあ、あのアメリカの、まあ、トップクラスのテスラさんじゃないですか、収入とかもその結果主義なんですか。あ、そうでした。あ、そうなんですね。収入に関しては、はい、僕テスラに関してはヘッドハンティングで入ったんですけども、すごいですね。でその前の職場の収入が結構高かったんですよ、うんうんうん、はい、でそれを、まあ、上乗せぐらいの感じでオファーをいただいたんですけど、うんうんうん、はいはい、なのでポジションで基本給料は分かれるんですけ ど、うんうん、なるほど、基本前職も考慮されるっていうのはあるかもしれないですね。だからその固定給みたいなのはなく、一応上乗せはされるけど、はい、年俸制でした、はい、年俸なんですね、はい、で十二分割で払われるみたいな、はい、で今アメリカの企業も多いと思うんですけど、うん、ボーナスはその先ほど話したような持ち株、うん、あ、なるほど、はい、株を付与しますよっていうのがボーナスになってました。そうなんですね、はい、あとインセンティブ、はいはい、そっか。え、あの仕事内容的にはこれ どんな感じのだったんですか。僕がやってたのはマーケティングに近いような感じですね。PR、マーケティング、はいはいはい、もう知ってもらうことで、知っていただいてテスラに乗せるっていう、試乗してもらうっていうようなことをしてました。結構だってテスラも高いじゃないですか。高かったです ね、はい、だって、まあ、僕の本当知る限りですけど、だって、はい、1000万は全然くだらないじゃないですか。はい、すごいですよね。そうです、当時僕がいた時は、うん、その2車種しかなかったんですよ。あ、そうなんですね。で X っていうのと S っていう、はいはいはい、SUV タイプとセダンタイプ2車種だったんですけども、うん、
今はちょっと値段が下がったものが普及しだしたんですよね。なるほど。なのでまあ本当にちょっと頑張れば全然買えるような車ではあるんですけど、当時はもう富裕層だけって感じでした。なるほど。それこそなんでヘッドハンティングされたのかみたいな。あの一応ですね、前の会社が広告みたいなことをしてまして、でそこのテスラ担当だったんですよ。あ、そうなんですね、はい、あ、じゃあ一応つながりみたいなのは。そうなんです、つながりがあって、で、僕も初めてそこでテスラ知ったんですよ。あ、そうなんですね。なんですかこの車みたいな、って言っても市場に出るのって随分先ですよねって聞いたら、テスラの人に聞いたら、はい、もう売ってますみたいな。あ、そうなんですね。で、これめちゃくちゃ面白いですね。調べると経営者もすごかったりだとかで、はいはい、あ、こんなに影響力ある会社なんだなっていうの でその会社もヘッドハンティングで入ってるんですよ、その広告も。へ、でそれでテスラを担当させてくださいっていうのをお願いして、うん、でテスラから話をいただいた時に、一応あのそこも引き抜きで入ってるの でそのテスラからこういう話がありますのでお話しした上で、はい、で あなたの人生だから決めていいですよっていうのを後押ししてくれたんです、うん、すごい優しいですね。優しかったです。しかもナッティさんの対応も誠実っていう。いやいや、はい、そうなんですよ。そうなんです、ね、こういうお話が来たんで、うん、あの僕はもうお世話になってるんで、うん、あのダメだって言ったらもうここに居続けますっていうのを伝えた上で。そういうことですね。そうなんですよ。あと一個気になるのが、はい、そのごくごく一般的にですよ、はい、やっぱ年収が上がったりとか年俸が上がっちゃうとやっぱそれ手放せないじゃないですか、はい、やっぱ稼ぐっていう、あ、本来は、はい、でどんどん上げていこうみたいな。あ、でそれを一種、まあ、手放したわけじゃないですか、はい、それを勇気はどうだったんですか。いや、なんか年俸にこだわってもなかった。あ、そうですね、そうなんですね。やっぱりテスラの仕事ができるっていう、テスラと一緒に仕事ができるっていうところにやりがいを多分感じてたと思うので、はい、結果的に口座にお金がドンと入ってたっていう感じではありました、感覚的に。なるほど、はい、そのお金は残ってはいなかったんですか、はい、当時。あのもうとうとうなんかどんどんミーハーの中に薄い質問で申し訳ない。全然残ってなかったですね。あの今の方が貯金できてるぐらいだったと思うんです。もう毎日外食行ってましたし、毎日のようにマッサージに行ってましたし、うん、あ、そうなんですね。行ってましたよね、最初コラボした時、はい、そうですそうです。もう本当に散財してたっていうような。なるほど。けどそれもおそらく振り返ると、うんうんうん、仕事ですごい労力を使っていたのでストレス発散だったのかなというのは思いますね。なるほど、はい、あのもしあれだったら P 入れますけど、はい、あのご年収その年俸とかは以前そのコラボした時にお伝えしていただく額って感じなんですか、はい、それよりも上だった時もある。上の時もありました。なるほど、はい、あんまり言わない方がいいですか。あ、全然いいですよ。あ、いいですか、はい、言ってください。じゃあマックスとかもし聞ければ、はい、年収みたいな年俸みたいな。もう1本あったのかもしれないですね。1000はあったかもしれないです。あったと思いますね、一時期。へえ、はい、すごいですね。ですね。そっか、それは年ごとに変わってくるか。あ、インセンティブとかボーナスにもよるか。よるんですよね。そうかそうか。なので僕テスラ自体にいたのは関わってたのは2年半ぐらいだったんですよ。でテスラに完全にいたっていうのは1年半ぐらいだったんですけど、でもそれでもいけるってすごいですね。その大台の1000万みたいな、あの外資系のすごさだと思いますね。まあ、そうですね。これでまた5年10年と勤めたらもっと上がったかもしれないですね。そうですね。なるほど。なので、うん、もっと前に、はい、今のテスラは分からないんですけど、もっと前に入ってた人は、うん、自分よりもらってる人は全然いたと思います ね、まあ、ですね。なるほど。いや、なんかそのギャップがすごいなと思って、はい、だってお金稼げるわけじゃないですか、言ってみたらずっといたらね。そうですか、はい、そうだけど、まあ、手放して、はい、なんかミニマルに暮らして月7万円で暮らしてるから、はい、いやすごいなと思って。なんか感覚的にこの、はい、まあ、これでいけるかなっていうのは、はい、セミリタイアした時にはあったんですけど、うん、そうなんですね。もうそこに関して執着的なのがなかったのかもしれないですね。どっちかというと、まあ、その本当にテスラでやってたこととか、はい、まあ、やりがいももちろんそうですけど、はい、まあ、お金云々じゃなくて、そのどう行動するかとかどう生活するかみたいな割と重要視してるみたいな、はい、そうですね。なのでその中でテスラ以上に思える企業があれば、うん、そこでやろうとは思ってたんですけど、うんうん、なるほど。自分が調べる以上なかったので、うん、もう所属するっていうのは本気で
取り組むっていうのはもう多分ないだろうなっていうのでテスラが最後にしようっていうのがありましたね。はい、ありがとうございます。はい、ちょっとテスラの話がめっちゃなっちゃいましたけど、はい、で続いてスターバックスで学んだことはどうですか。はいはい、そうです。スターバックスに関してはもうパートでアルバイトでのんびりとやらせていただいてたんですけども、その中で協調性を学びましたね。スターバックスに入ってアルバイトだったんですけども、まず主婦さんと、はい、主婦の方と働くことが今までなかった、で現役大学生の方と働くことがなかったので、もうこんなことが問題になるのかっていうことが多かったんですよ。テスラだとか社会人でいるともう全然問題に上がらなかったようなことがプライベートを持ち込む人がいたりだとか、それをこう真剣に話を聞いて、でこの協力してっていう姿がすごい見て取れたんですよ。これってのはすごい素敵なことだなと思ってたんで、そういった意味ですごいこの協調性って育まれたのかなっていうのを、もうテスラの感覚でいると、いやそれいりますみたいな、持ち込まなくていいんじゃないですかで止まってたんですけど、いやこれじゃ通用しないんだろうなっていうのを思いました。なるほど、あ、そうなんですね。はい、そういうのも経て今のナッティさんがいらっしゃると、結果主義の点と協調性、協調性の、なのでスターバックスの方が100倍大変でした、テスラより。あ、そうなんですね。収入10分の1以下だと思うんですけど、スターバックスの方が全然労力使いましたね。なるほどね。まあ、でも確かに企業イメージ的にもテスラってのは生産性とか効率をイメージありますけど、やっぱスターバックスって言ってみたら、まあちょっとね、やっぱり主婦さんの方とか働く方もそうだし、まあ、地域の方密着みたいな感じだから、そんな感じです、ね、やっぱ考えることも変わってきますもんね。もう全然違いましたね。なるほど、ありがとうございます。ということで続いての話題に移りたいと思います。では、続いての質問なんですけども、働かない暮らしが、まあ、多分かれこれも5年ぐらいなので、だと思うので、なんかその働かない暮らしを選ばれて、なんか学んだこと気づいたことがあればお願いします。時間に余裕ができたので、勢いだけで行動するのではなくて、よく考えて行動に移すことができているのかなっていうのは、もうすごいこれは気づいたことで学べてることですね。それはなんか挑戦するときみたいな、新しい行動を起こすときみたいな。そうですね、その時に今まではいけるだろうっていう感覚だけで言ってたんですけど、今よく考えた上で、まあ、石橋叩くじゃないですけども、それで行動できてるので、そうすることの方が絶対にいいと思いますね。あ、言い切れるわけですか。あ、言い切りますね。勢いでいくと、当然ながらリスクも生まれるわけじゃないですか。考えてもリスクが生まれるので、なので、まあ、勢いでいくのは10代20代までかなって思います。まあ、年齢によってもね、ご家族いるとかも特にそうですね。あ、そうです、そうです。なるほど、それこそ聞いてみたら、 YouTube 始めたのが多分かれこれ1年前、そうです。もうたけるさんの初めての取材の、後でしたっけ、2日前にチャンネルを作ったぐらいだったと思うんですけど、そう、 YouTube、 それこそ僕への その取材のなんか DM とか、YouTube 解説の時とかも割と考えて考えてみたいな感じだった。もうとりあえずミニマリスト発信っていうのは決めてたんですよ。そうなんですね。で、それをまあミニマリスト発信で YouTube をやろうっていうので、ミニマリストさんを YouTube で調べたたけるさんが出てきて、たけるさん見たことあるなっていうので、ありがたいですね。でそこに取材 の、募集の、フォーマットがありますね。フォーマットがありましたんで、なるほど、じゃあこれはまず このやれることからやろうっていうので、それでたけるさんに連絡するようでツイッターを開設して、そうなんですね、ゼロフォロワーゼロフォロー写真なしで送ったのに20分後に返信が来てっていう、不思議ですね。不思議ですね。でしかもあれですよ、その多分大阪出張の2日前に連絡が来て、もうこの日しか空いてないんです。そうちょうど大阪行くんですけど空いてますかって言ったら、たまたまか分かんないけど、いや、もう働かない暮らしです。そうですね、空いてますて、空いてますみたいな感じで、そうご縁あってっていう感じです。そうですね、すごいですね。なのでそのたけるさんの本当におかげで 1ヶ月半でもう収益化してって感じでした。そんな早かったの。早かったです。なるほど、今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう海の親だと思ってます。いやいやいや、ありがたい限りでございます。ではでは、じゃあ続いてなんですけども、働かない暮らしで、まあ、良かったこととか、まあ、人生変わったことということで、まあ、ちょっといくつかの、まあ、カテゴリーごとにちょっとピックアップしていただけたらなということで、最初が、まあ、家事とか、買い物、整理整頓、身支度、まあ、つまり家の中のことですね、良かったことをちょっと教えてほしいなと思いました。
もう見ての通り物が少ないので、はい、整理整頓っていうのはしなくなりましたね。おお、はい、なるほど。あとは家事も生活の流れの中で行えていますので、はい、時間を取り分けてここの掃除をするっていうのはあまりないのかなと思ってます。なるほど。なんかそれこそ Vlog でコロコロしてるのは見たんですけど、はい、あれは毎日やってるんですか？あれ毎日やってます。そうなんですね、はい、すごいですね。じゃあもう散らからないですね。散らからないですね、はい、ありがとうございます、はい、では続いて、お金、家計管理、節約、貯蓄関係でなんか良かったこととかありますか？変わったこととか。そうですね、あまり意識はしてないんですけども、うん、自炊を始めたことで支出の変動っていうのはかなりこう抑えることができたのかなと思います。なるほど、まあ、食費7000ですもんね。そうですね、はい、自炊ってすごいベースになるのかなっていうのを思いますね。なるほど、はい、いや僕実際鍋は好きなんですよ、はい、そうだから僕も一人暮らしでも毎日鍋でもいいぐらい。あ、本当ですか？でも本当節約になりますよね。なります、結果的になってます ね。そう、ただ僕の奥さんが鍋好きじゃないんで。あ、そうなんですかなぜかね分かんない。そうなんですね。節約にはなってないんですけど、はい、でもすごくいいなって思いました。はい、はい、ありがとうございます、ね。では続いて、はい、健康、食事、睡眠、運動、美容の良かったことということで、はい、そうですね、全てにおいて、はい、ゆっくりじっくりしっかりできてますので、毎日元気に過ごせているのかなっていうのは思います。なるほど、はい、でも本当もうまさにこのゆっくりじっくりしっかりっていうのがもうピンときますね。はい、はい、もうなんか一つ一つ、まあ、よく丁寧な暮らしですねっていうのを言っていただくんですけども、うんうん、まあ、これなのかなと思います。ゆっくりじっくりしっかりっていうのが意識して、うん、 ね、それがもう今無意識でできているのかなと思いますね、うん、なるほど。なんかそれこそ前に取材した時とかも結構なんか野菜切る時とかも一回一回とか、はい、なんか動作一歩一歩とかなんかそういうのが割と意識してるみたいな、はい、スローライフみたいな、はいはいはい、のはいいみたいなことを言ってた、ね、そうですね、今もそれを実践できてますね、うん、へー、はい、すごい、ありがとうございます、はい、続いて仕事ですとか、はい、まあ、あと労働時間ですとか、はい、まあ、その辺でなんか良かったこととか変わったことがあれば。そうですね、生きる上で以前は働くことが一番だったんですけども、うんうん、まあ、フルタイムの仕事を離れたことで、うん、これがまあ生きる手段に変わったっていうのはありますね。なるほど。それこそなんかナッティさんのように暮らしたいですっていうコメントも多分来ると思うんですけど。多いです ね、はい、なんてアドバイスするんですか？アドバイスはそもそもしないですか？まあ、簡単にしようと思えばできると思うんですよ、はい、もうフルタイムやめてパートをしたらいいんじゃないですか、うん、の一言で休むとは思うんですけど、はい、やっぱりその方の背景であったり、うん、基準であったり、うん、全然違うじゃないですか。なのでもうこれってもう背中を見せるんじゃないですけ ど、うん、どこの発信を通して、はいはい、見て学んでみたいな。そうですね、見て、はい、あ、こうすればこういう考え方があれば、うん、でもう一つ一つ自分の概念っていうのを作り変えないとできないのかなっていうのを今思うようになりました、うん、あ、でも確かにそうですね、はい、もう形だけやっても、まあ、もしかしたら思考が追いついてこなかったりとかね、はい、そう、あるあるなのがミニマリストなりますって言って物全部捨てて、はい、で物は少ないだけの人になる、うん、って人多いじゃないですか。そうですね、でそれで物の少なさで不便さを感じてしまうはい、はい、これってミニマリストとはなんかちょっと離れてるじゃないですか。確かに確かに。だからミニマリストに関してもすごい時間をかけないと体現できないのかなっていうのは今すごく思います、ね、確かに。なんかそれ言われてやっぱ思いましたね、はい、やっぱ大事ですね、そういう向き合っていながら。そうですね、大事ですね。動画も見て、あ、なんか気づいて実践してみて、あ、合わないでいろいろ挑戦しつつみたいな、思いますね、それが大事ということで、はい、はい、ありがとうございます、はい、続いては時間管理とか、 なんかスケジュール関係とかでなんか良かったこと変わったこととかありますか？そうです、自分自身のエネルギーとモチベーションを考慮して、うん、まあ、予定は1日1つぐらいにしようかなっていうのは考えてはやってますね。なるほど。じゃあもうそれ以外はもう基本自由時間みたいな。自由時間にはしてますね。なるほど。忙しいとかあんまないですか、はい、じゃあ。忙しい感覚を今まで持ったことないですね。それこそ動画編集とかは大変ですか？動画編集に関してなんですけど、はい、僕はあの本当に土曜日まで撮ったものを次の日の日曜日に出すんですよ。ああ、なるほど。なのでもう例えば今日火曜日ですけど、うんうん、昨日撮った分は火曜日に終わらせる。あ、そうなんですね。で火曜撮ったものを水曜日にする。もう1日ごとに1日ごとにやってますんで、だいたい1日の作業も1時間かからないぐらいで終わるので。なるほど、なるほど。へえ、そういうことですね。なので仕事をしてる、作業してるっていう感覚もほとんどないです、ね、なるほど。もう1日の労働時間がもうかなり少ない、はい、かなり少ないと思いますということで、はい、はい、ありがとうございます。ではでは続いて、はい、なんか夢
夢とか目標とか挑戦とか成長とかお勉強のこととか、はい、なんか良かったこと変わったことがあれば。そうですね、 YouTube を始めて、はい、まあ、良かったなかなとは思ってるんですけど、はい、まあ、本当に世間知らずで生きてきましたので、うん、全然 SNS やってこなかったんですよ、発信する前までは、うん、あ、そうなんですね。なので、まあ、人の、はい、まあ、悩みだとか、うん、そういったことに触れられてるのは、まあ、大変貴重なことなのかなっていうのを、うん、まあ、確かにすごい思いますね。普通は聞けないというか、まあ、本当によっぽど親友とか友達じゃないと、はい、まあ、聞けないですもんね。聞けないの で、はいはい、でそこコメントを通してだとか、うん、ダイレクトメッセージを通して、うん、こんな問題があるんだなっていうのを、うん、自分の想像では、うん、もう考えられないような問題があったりだとかするので、いやこれはすごいなっていう、うん、もう一つのなんていうんですかね、これ一人の悩みってこの種類分けできないなって思いましたね、まあ、もう全部オリジナルの悩みになってる、まあ、そうです、背景も違うし ね、 そうですね、規模とか大きさも違うし全然違うなって思いました、ね、そこら辺も一つナッティさんの一つ、まあ、なんか勉強というか学びにもなり、なりましたね、発信にも生かされてると、はいはい、ありがとうございます。で最後が、例えば生活習慣とか、はい、まあ、旅行とか趣味とかお休みのことについて、なんか良かったこと、うん、変わったこととかありますか。ほぼ年中休みなんですけど、はい、まあ、そうですね、まあそれでもやらなければやらないことっていうのはどうしても出てきますので、うん、まあ、それが程よく刺激があって、うん、ボケ防止にもなってるのかな。なるほど、ボケ大丈夫ですか。なんかそれこそ僕も一時期なんかあの、はい、本当今10月ですけど、はい、なんか9月までその直近5ヶ月間はもう結構遊べというか、まあ旅行とかしたりとか、はい、結構あのもう本当老後生活に近い生活をしてて、トムノさんがそっちボケますよ、ボケますよ、はい、言われてて、ナッティさんも言われてみたらなんかボケないのかなと思って、いやもうボケるんじゃないのかなって思ってたんで、ね、30代にして、そうですね、はい、なのでまあ勉強だとかそういったものはもう刺激にしてますね、うん、なるほど、はい、っていうことですね、ちゃんと、はい、ありがとうございます。という感じで、続いて聞いてみたいのはですね、はい、なんか人生の満足度とか幸福度、はい、まあ、なんかどのように変化したのかみたいなちょっと気になってて、はい、まあ、それこそがっつり働いた時のまあ幸せについてというか、まあ点数化したりとか、はいはい、で今の幸せについて点数化したりとか、どんな感じなのかなっていうのを聞きました、はい、昔は99点としてるんですけども、はい、なるほど、100点満点中そうですね、はい、99点とで、昔をこれ振り返ると99点なんですけど、はい、その時は100点だったんですよ。おお、そうなんですね、はい、で今の生活してると、はい、あの時ってまあ99点だったなっていうのが原因、はい、まあ、理由というのが、はい、まあ、幸せの根源自体を分かっていなかったっていうところですね、まあ、幸せとは何かも分かんないみたいな、そうですね、あやふやみたいな、あやふやな状態で楽しいことが幸せなのかなとか、自分が好きなことして生活してるのが幸せなのかなっていうざっくばらんな感覚だったんですけども、なるほど、今その幸せの根源っていうのが分かったので、まあ本当に正真正銘の100点満点で過ごせているのかなと。なるほど、すごいですね、今も昔もめっちゃ幸せっていう、そうですね、もうずっと幸せですね、ね、もうほぼほぼ合格、ほぼほぼというかもう絶対合格点じゃないですか99点そうですね、なのでもうずっとそんな感じですごいですね来てるのかなとは思います。だいぶ暮らしぶりは違うけど、はい、で過去のナッティさんは全然その幸せの概念というか、ね、はい、よく分かってなかったけど、こうも幸せっていうのは何なんですか、ね、やっぱ好きなことができてるというか、そうですね、まあ、嫌なこととか好きなことの分別ができている結果なのかなっていうのと、まあ、家族がいたりだとか、まあ、いい友人がいたりだとか、周りに支えられてるっていうのはもう少なからずあるんですよ。なるほど。で、まあ、自分の能力でここまで来たとは一切感じていないので、なので、まあ、自分ってすごい支えられて見越しに担がれてきたんだなっていうのをこれ感じてますんで、なるほど、これってもう100点満点じゃないかなと思ってますね、まあ、確かに。じゃあこの話聞いて思ったのは、はい、まあ、多くの方やっぱ幸せになるために、はい、まあ、多分いろいろ行動されたりとか、そうですね、まあ、お勉強されたりとか、はい、まあ、転職したりとか、まあ、いろいろされてると思うんですけど、はい、まあ、ナッティさん流でいいので、はい、なんかその幸せになるための、はい、なんか導きをちょっとお願いしたいっていう、はいはい、そうですね、まあ、幸せになるために一番僕大事だなと思うのは、うん、はい、
今の時代ですよ、うんうんうん、今の時代で言うともう情報を入れないことかなって思ってます。 YouTube してるからか確かに見ていただかないとあれなんですけども、もうけどまあ YouTube 閉じて、うん、SNS 閉じて、はい、で自分ができることをやる方が幸せになれるのかなっていうのを一番思ってますね。なるほど、なんか外からっていうよりも、はい、なんかそういうのを一旦遮断して、はい、遮断して、はい、自分と向き合ったりとか、はい、自分の暮らしに集中するみたいな。そうですね、多分自分の暮らしを見ている方って幸せそうだなってよく言われるんですけども、なんかこの SNS から離れてそうな暮らしをしてるので幸せそうだなって見えてると思うんですよ、はいはい、確かにそうですね、はい、言われてみたら。で YouTube の中でも田舎暮らしされてる方の Vlog とかってあるじゃないですか、はい、ですごいこの畑耕してでこう自分が育てたものをで収穫して作って食べて知るとか、はい、あいいなって思ってるのってこれって多分社会から離れてる姿を見てるので幸せそうに見えてると思うんですけど、はいはい、確かに確かに答えってそこだと思ってるんですよ。うん、確かにね、はいはい、なるほど。僕らからしてみるとちょっとね、そう複雑なんですけど、たまに見ていただいてね。そう、たまに見ていただいて、はい、まあ見過ぎは注意ですね。そうですね、何事もね、だと思うんですけどね。はい、ありがとうございます、はい、ではでは、じゃあ続いて今後の活動や目標はいかがでしょうか。はい、働き方改革を、まあ、政府に、まあ、頼るのではなくて、うんうん、もう個人で行える人が増えるような、まあ、発信をしたいなとは自分自身思ってますね。はい、ということですね、はい、ありがとうございます。まあだから今後も、まあ、暮らしのこととか、はい、スローライフのこととか、はいはい、ミニマリストのこととかを発信すると。そうですね、もうそれは強めていきたいですね。なんか目的とかはあるんですか、 YouTube の。 YouTube の目的はありますね、はい、やっぱり自分自身こういう風な生活をしてて、はい、ストレスからは離れていれるので、うんうん、これを共有しないと罪だなって思ってるんですよ。確かに確かに、はい、なかなかいないですもんね。そうですね、まあ、なかなかいないと思うので世の中的にはもっと頑張ろうみたいな。そうですね、はい、ちょっとこう自分に鞭打ってやるのが美学みたいなことがあるので、でもそれでも仕事以外でもプライベートの時間であったり自分の好きな時間の中で成長できる分野ってたくさんあると思うので、そういったものは知ってもらえたらなっていうのは思ってます。そうですね、はい、でも本当あのさっきもちょっと動画外でお話ししてたんですけど、はい、なんか時代の流れ的に多分トレンド的にそれこそナッティさんのそのねスローライフ的な Vlog が今人気だったりとか、はい、あとアツシさんのねVlog も当然人気で、もうロールモデルですから公表しますけど、ね、もう本当そのあたりもすごく人気だし、はい、まあ、それこそミニマリストのね、まあ、僕の本も含め渋さんの本も含めすごく人気なのって、はい、やっぱそこら辺にねやっぱトレンドというか時代の流れで、そうですね、もう今これってしかも誰しもできることじゃないですか、あの単純に考えて増やすものって難しいかもしれないんですけど、はい、スキルを身につけるだとか、はい、減らすって今持ってるものを手放すだけなの で、はい、そうです、勇気があれば勇気があればすごく簡単なことなの で、ね、確かに確かに、うん、そういったものをいかに簡単にできるかっていうのを伝えていければなと思ってますね、うん、はい、ありがとうございます、はい、では、はい、僕から最後の質問ですね、はい、まあ、ちょっと繰り返しになっちゃうかもしれないですけど、はいはい、ナッティさんにとっての幸せとはということで最後ちょっと締めていただけたら。そうですね、まあ、僕自身あの YouTube 見てくださってる方ご存知だと思うんですけど、はい、聖書を学んでますんで、うん、もう本当に聖書って人生の説明書だと思ってるんですよ。へ、人生の説明書を読んで、あ、こうやったらうまくいくんだなってっていう生活してるだけですんで、僕の思想を広めたいっていうのは全くなくて、どっちかというとあのもし興味があれば読んでみてくださいっていうようなおすすめの本の一つですね。なるほど、はい、でも本当ね、あのコラボしていくうちに僕もだんだん思想が変わって若干染まってる部分がありますしでも実際になんか前にもお伝えしましたが道徳的なね、はい、はい、そうですね、ね、その小学校の時道徳の教科書とかあるんですが、はい、だからそういうイメージもあるし、そうですね、はい、なのでもう今学校教育がよくダメだみたいなことをよく耳にしますけど、うん、はい、学校教育ってまあいいこと言ってるなと思うんですよ、うん、みんなと仲良くしましょうよだとか、はい、喧嘩しないでくださいねだとかだと思うんで、はい、そうですね、それでうまくいくと思いますね、うん、なるほど、はい、ありがとうございます、はい、っていう感じで、まあ、僕からの質問インタビューは以上になるんですけど、はいはい、最後ナッティさんから視聴者さんにお伝えしたいこととかはございますか。はい、もう本当に今から新しいことにチャレンジすることもいいとは思うんですけども、はい、まあ、まず今行っている、まあ、無駄と思えるようなことを、うん、
まず徹底的に捨ててみる、うん、手放してみるっていうことが大事なのかなと思います、はい、なるほど。でその結果余白が生まれますんで、うんはい、自然とチャレンジってできていくと自分自身思ってるので、うんはい、まず余白を作るってことがいいのかなと思います。ありがとうございます、はい、ということで動画の最後にナッティさんの SNS のリンクと、はいはい、あとはミニマルサロンのホームページの方 で、ねはい、もしナッティさんに直接ちょっとご相談したい方とか、はいまあ、もしくはちょっと最初お金払う抵抗ある方とかはあの YouTube のコメントとかに、ね、ちょっとジャブを打っていただいて、はい、ジャブを打っていただいて、はい、ぜひ参考にしていただけたらと思います、はいはい、ということで本日の動画は以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。